お、割れた割れた。取れますか？皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルのみーです。みーです。まこです。まこです。本日もよろしくお願いします。はい。前回は、金を集めようと思ってネザーで豚ちゃんを倒そうと思ったんですが、全然うまくいきませんでした。はいということで本日は、検証をしたいと思います。というのもですね、私たち氷のなんていうんですか、氷がいっぱいある島みたいなのにまだたどり着けてないんですね。でこの世界結構まあいろいろ言ってるんですけど、まだ見つけていなくって氷をゲットできてないんですよ。ですが私たちには氷渡りがあるじゃないかということで、水を氷渡りで凍らせてその氷をゲットして、まあ、あわよくばそれで遊びたいみたいな感じで本日はやっていきたいと思います。はい、ということでまずは氷渡りのブーツを作りましょう。あなたですね。あ、まこし開いてるから私開けなかった。じゃあまずこれを交換します。よい、オッケー。そして私のブーツにつけちゃっていいですか。あ、シルクタッチ必要ですね。ちょっと取ってきてください。ブーツにこれ氷渡りいきます。いいですか、いきます。私が履いてたナオルブーツに氷渡りつけます。せーのドン、いけた。ナオルブーツに氷渡りつけました。でこの辺に水があるのでね、ちょっと歩いてみます。じゃーん、こんな感じ。氷渡りを履いてるとこんな感じで凍ります。でこの氷をね、修繕で取ったら取れるんじゃないかなと思って、あ、そうですね、修繕じゃなかった、技能ですね、シルクタッチで取ったら、そしたらね結構いいんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですかね。はい、ということでですね、まこしに技能のついたツルハシを取ってきてもらいました。では早速やりますか。私が凍らせるので、まこし掘ってくださいね。いきますね。トウ！お、お、割れた割れた。取れますか？どうですか？ダメ？何もないですか？あかん？いけないの？取れない。ダメなのかな。あ、落ちた。歩き続けないとダメなんだ。あ、本当ですか。割ったらその周りも水になるって。ほんとや。え、何も持ってないですか。あ、持ってない。できない。できないみたいです。マジか。本当ですね。どうしよう。じゃーん。氷渡りの氷は取れないんですね。そっか。はい。ということでですね、なんと、氷渡りでは氷は取れなかったという大失敗に終わりましたので、急遽別のことを考えました。というのもですね、こちら、以前に作ったここの拠点、なんだか外が見えなくてちょっと不安になる感じ窮屈な感じしますよね。ということで今日はここを改造したいと思います。でですね、この耐火のポーションと透明化のポーションを飲んで安全に作業をしていきたいと思います。ということで飲みます？いいですか？まこしも、あ、まこしそれ服脱がないと気づかれちゃいます。なんかすごい久しぶりに見ましたはい、じゃあ透明化からでいいですか。いい、せーの、ガクガクガク。
全然見えないで、大化のポーションも飲みます。せーの、グググググ。はい、ということでこれから作業します。飛んでます。はい、そうですね、こんなことをやってる場合ではない。よし、8分ですからね。8分短いですね。ガラス瓶いらないから置いていく。どうしましょうか。サコシはどこを作業しているんだろう。きっとこの辺にいるんだな。お、早速戦っている。見えないですからね、私たち見えないですからね。いいさ、向かって。あれ、私なんか、みーさんの、みーさんのまこしの矢が、あ、みーさん矢持ってなかった、だから撃てないの。あ、入れて。まこし弓矢1本ください。ありがとうございます。そんなにいらない。みさん無限だから。お、いた。よし、一発、素晴らしい。あ、落ちたっぽい。取りに行こう。大火、おー、燃えてるけど大丈夫。すごい、燃えてます。すごい、少しめっちゃ戦ってる。当たらないですか？もっと上向きじゃないですか？やった、みーさんいっぱい弓使ってるからみーさんの方が上手になってます。本当ですね。はい、ということでですね、ネゾーの拠点をちょっと改造しました。こんな感じです。窓がいっぱいで、天窓いっぱい、そしてこっち側にもねちょっとだけ窓つけました。で、分かりにくいんですけど、これちょハーフブロックね貼ってみました。あ、見えなくなった。こう上ハーフブロック貼ったの、これねよくわかんない、私がやったんですけど。あとこういうところ、石の壁っていうやつしてみました。石の壁ね、こういうのね、あ、こういうのちょっと石の壁に松明貼ってみたりして、どうなんですかね。センスが難しいですね。はい、ということで一応ちょっと家っぽくなったかな。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価そしてチャンネル登録いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また見てね、バイバーイ。食べてる。